涙において多くの方々が亡くなられました。総力戦によるの惨禍を二度と繰り返さないこの信念をこれからも貫いてまいります。およそ40年間私たちは今新型コロナウイルス感染症の厳しい感染状況による新たな試練に直面しています。奈良県、香川県。